神崎福江こと吉永さゆりさんお願いします今日はお暑い中劇場に来てくださいまして本当にありがとうございますこの3年間もう皆様には映画館で映画を見ていただくことができないんだろうかっていうようなことを思い心を痛めておりましたでもやっと皆さんに見ていただけるような 映画が完成して興行して皆様のお顔を見ていてもう大変嬉しく思っておりますありがとうございます神崎明こと大泉洋さんお願いします <laughs>、えー、今日はありがとうございます、えー、私もあの映画が公開になりましたもうそのその週に実はあの家族であの映画を見に行きましてそうですか。えー あのやはりそのい,いろんなあの感想が私にも届いてましてその感想の中でとにかくこういうのが、まあ、映画館の中ですごくこう皆さんがこう笑ってらっしゃってでこうこの映画をこうみんなが同じところでこうワッと笑うのがとても 楽しいっていう感想が、あの、たくさんあったもんですか。私もそれを経験したくて、やっぱこう、あの、こう、試写で見ただけなので、まあ、それをどうしてもこう試したくて、こう言ったわけです。そうすると、こう、あの、今の時代ですから、こう、チケットを確かに、こう、あの、携帯で事前にこう買うわけですけど、まあ、その時には、こう、割,割と、こう、空席があるわけですよね。そんで、あっと思って、行意け,けど行ってみるところ満席になるわけですよ。ですからい、いかに今回の映画を、その、事前に買わずに。 映画館に来てね口で買われるあの窓口でね買われる中さんがなんか多いのかっていうなんか本当にその。 あのうちのね両親なんかもそうですけどもなかなかこう事前に携帯で買ったりしない人たちですからだからうちの,あの親父とおふくろも先にも見てくれて大体私はあれなんですねあのあのもう映画なんてもうのはその最初の3日間の興行が大事なんだからいいからとにかくこの2日間で行ってくれとかって言うわけで親父とおふくろにままああはい86の親父とおふくろですからいやいいんだけどもあの私たちもね疲れるからそんなにすぐ行ってくれって言われてもねとかいやだめなんでいいからこの2日間で絶対行けよって。 それでも映画の興行、興行大事なんだからって言うんだけど私たち二人が行って本当に変わんのかよ、あんたって言われて <laughs> いいから行けって言うんだけ,だけどいやいいんだけどだったら私たち二人が行くよりもあんたが何百万円も自分で買った方が興行のためなんじゃないのかとかって余計なことばっかり言うもんですから、ね、<laughs> 黙って行けみたいな話を言ってはい、はい、今、私何の話をしたか忘れてたんですけど。 あの、またとにかくあの,の私の母やね。あの親父の世代がたくさんあの映画館でね。窓口でチケットを買って見てくれてるんだなと改めてあの嬉しく思って。でも見た時にこう。本当に皆さんがこうあの笑ってくれるのがあの、大変嬉しくて幸せなあの時間を過ごさせていただきました。やはりこの映画はあの映画館でね。あの見てほしいなと思った次第でございます、えー、どうぞ本日はあの楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。 神崎舞いこと、永野芽郁さん、お願いします。えー、皆さん、こんにちは、永野芽郁です。あの、いつも大泉さんの後にご挨拶するのが一番困るんですけど。<laughs> えっと、私の、あの、個人的な、あの、この作品に対しての思い入れとしては。あの、山田監督が現場で、いつも。舞ちゃんのおへそを、もうちょっと、<laughs> もうちょっと見せてくれよって。<laughs> おへそをああ。を おへそをもうちょっ、もうちょっと見せてくれよって、あのいつもおっしゃるので。そ,そのために、あの人生で一番腹筋を鍛えました。<laughs> <laughs> 本日はよろしくお願いします。お願いします。 あなたを戦望の眼差しで見つめていると言ったとき自分に言われているような気持ちになり涙が出てきました何か原点に戻れるような映画でしたという感想を届きました寺尾さん、このシーン予告編でも使われておりますと大変印象深いシーンでしたけれどもどんなお気持ちでこのシーンに臨まれたんでしょうか。あの牧師さんという役を最初山田監督 あのお会いしてこんな役って言われたときにあの、ちょっとかなりためらいがあってあの、お断りしたいなということをはっきりあの一番最初に申し上げて、あのいろいろ考えているうちに、こんなに残悔をしたいことをいっぱい持ってる男が牧師をやっていいもんだろうけど で逆にだから牧師さんをちょっとやってみたいなってう気,気持ちにもなったしそれから今のそのセリフもそうなんですけどもあの若いから何度でもやり直せるという若いだけじゃなくてみんなやり直せるだろうと今この年になって自分でもそう思いながらあのセリフを多分監督が書かれたんだろうなと思いながら。 あの寺尾、お前、までや,やり直さなきゃいけないこといっぱいあるぞっていう、それをぶつけられたんじゃないかと思いながら、そのセリフを言ってましたあの。牧師さんがそう言ってたわよってこう母が言うわけですね、昭夫に。で、明夫が聞いてたよって言って、繰り返すんですよ。はい、その時にね私ね、ちょっとあのちょ、ちょっと寺尾さんの、ちょっと若干、真似入ったんですよ <laughs> <あ>で。私ね、真似しちゃうんですよ。 しちゃうの誰かがこう言ったよっていうのは似しちゃう横からじっと今にらましいやちょっと真似しちゃったの真似しちゃったんですよまねしちゃったなと思ってたので私自分でこの映画見に行ったのすごいウケてたの俺のテロサのまねウケてると思ってちょっとんかちょっと僕似てるんじゃないかと思ってそっくりでしたよ監督がおっしゃってるうまいなと思ってたちょっとと嬉しかったの 観客席も一緒になって笑っていたそうそうお客さんね、結構私のあの、もの、ね、笑ってたの笑うシーンじゃないんだけどね, <laughs> <で>すね <laughs> あなたはまだ若いとかって言うのでね受けててねあ、ウケてた、受けてたとちょごめんなさい、余談でしたありがとうございますありがとうございますはい、ありがとうございます、はい、ええー、一番紙の方なんです,いすはい、お客さん申し訳いただきたいお客さありがとうございますはい、よろしいですか 来一、嗯